皆さんこんにちは。本日の動画はショート動画総集編第6弾です。ショート動画を30本ずつまとめてロングの動画として総集編としてアップしております。30本ずつのショート動画が総集編が第6弾ということは、なんとショート動画だけでもう180本上げてるってことなんですね。で、今回も前回に引き続き、ショート動画と言いつつ、1分以上の動画含まれてます。というかもうほとんど1分以上、1分1秒、1分2秒とかそのぐらいの動画。もうね、ショート動画で全然バズらないからね、諦めちゃってます。ただ、毎日投稿したいっていうのと、毎日ロングの動画、通常動画上げるのはちょっと大変なので、遊び感覚で短い動画上げてます。縦で撮って、1分ちょっとの動画。これね、撮っとくことによって、何のメリットというか私にとって何でいいかというと、TikTok 用に撮ってます。縦撮り。TikTok にもね、動画アップしているので、この1分1秒とか撮った動画を、59秒とか2、3秒カットして TikTok に2日に一遍上げてます。そのための短い動画でした。大学寝ちゃったね、気持ちよさそうに。そんなわけで長くなってしまうので、全体のね、動画の長さがこの辺にして、オープニングはショート動画の総集編第6弾をスタートしたいと思います。今回は大したネタはなかったね。一回12月に旅行に行った、愛犬の駅で結構遊んだので、愛犬の駅のドッグランで、それが結構ネタになったかな、ショート動画としては。そのぐらいかね。あとお正月、大晦日、お正月、年越したよっていうところだね、大学。それではショート動画総集編第6弾スタートします。最後までお楽しみください。イタリアンレストラン来ました。ここにはテラス席があるので、大学くんもいます。いたいた、大学くんもいます。身を乗り出してます。
散歩冬仕様だね。あったかそうだ。大学これつけるんでしょ。あ、明るくなった。お耳もこれで守って、歩けなくなっちゃった。お散歩だよ。眠い。固まっちゃった。耳を打つと眠くなっちゃうの？いってらっしゃい。高知に来てます。近くの公園のイルミネーションが綺麗なので撮りに来ました。クリスマスツリーですね。夜は寒い。今は17度ぐらいあるんですけど、夜は普通に寒いです。ちょっと早いけど、メリークリスマス。あ、クリモちゃん、クリモちゃん、あ、クリモちゃん、あれ、あれかわいい、かわいいね。うん、大きなおててだね。あれら、あれら、おちゃん、あ、ブルブル、ブルブル、あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん来た、あーちゃん来たの、イクイクしてって来たの、イクイクしてって来た。そんなに持ってんの、これ、これ何、これ、ね、これ何。すごいな、これ何、これ、これ何それ。Thank you.
伊豆高原の愛犬の駅やってきました。入ります。入りました。こんな感じ。食事ができたり、ですが買い物できたりします。こんな感じでね、食事ができます。ドッグランでここからは愛犬の駅のドッグランです。広いです。いいお天気、真っ青でね、空は。ターピンタン君がガガ打ってます。子供たち行きましたね。愛犬の駅、小型犬専用ドッグランもあります。といってもほとんど外にいるのも小型犬ちゃんなので、全然外で大丈夫ですね。誰もいない。誰もいないけど、こうやってちょっと休むところがあったりして、ちっちゃいスペースですけどね、いいね。せっかくだったら外の方がいいね。上がれます。愛犬できた。友達も来ました。みんなで来た、みんなで来た。階段があって、ちょっとここ狭いですけどね。山の裏を、上を歩く感じ。土の上は嬉しそうですね。竹籠の階段を、階段はちょっと緩やか。おお、ここで休むところがあるね。これで一周です。去年もやった30mジグザグコース、随分階段看板がさびれてきた。こっちですよ。そうです、そうです、こっちですよ。ジグザグコースです。こっちですよ。おーい、タイ行くよ。
て走らない。わかる気がした。ミニがいた。初詣に来ました。近所の小さな神社ですが、初詣です。大学も一緒です。皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。元気に過ごせますように。初詣第2弾です。結構並んで予約前の方に来れました。何か買って食べようか。いい天気で良かったです。今日も、去年もいい天気だったね。大学いい。大学初めての雪だね。生まれて初めての雪です。お袖濡れちゃうね。ものすごい寒がりのくせに生まれて初めての雪。興味津々です。何もいないでしょ。下土じゃないから。寒くないの？
また血出ちゃったの？静電気きたね。びっくりしたね。びっくりしたね。耳ね。うん、怖い怖い。怖いね、静電気怖い。静電気怖い怖い。もうね、おかむりして。治療中です。いいですね。ニコルちゃん、しんちゃん、ちょっとお母さんにつきまとめ。Thank you.
ニーニー行っちゃったね。ニーニー。待ってよ。寂しいの。ママいるでしょ。ママ止まってよ。右耳折れちゃって。ペガ君ピーピー言ってる。ゲートウェイ観音の川奈駅ドッグランです。ちょっと休憩。富士山がめちゃくちゃ綺麗です。のどか、風もないし。春に来た時はねすごい風だったけど、これがマックスですね。いいね、タカ君こんなに風ないんだね。お友達来たかな。